斉藤健一は、日本の経営コンサルタント。問題解決のできる人材の育成者。現、フォアサイトカンパニー代表取締役、一般社団、法人問題解決力検定協会代表理事。大阪府堺市出身。大阪世工学院を経て、国際キリスト教大学教養学部卒業。1976年。 マッキンゼーカンパニー入社。パートナーを経て、1996年フォワサイトカンパニーを設立。ビジネスブレイクスルー大学大学院教授として、問題解決を担当。2017年一般社団、法人問題解決力検定協会設立。問題解決の考え方ができて、 人間力を身につけた人材こそが企業や組織業績を高めより良い社会を作ることに貢献できることを信じて問題解決者の育成に取り組んでいる。自分の問題解決をする力を測るために問題解決力検定試験を開発し欠如している能力を特定化することでより精度の高い育成プログラムを個別企業向けに開発し実践している。 問題解決を目指す仲間の集まりとして、要は、会、問題解決実学会、要は、会ラジオなどを主催している。主な著作に、実践、問題解決法、問題解決の実学、初めての問題解決力トレーニングがある。問題解決必須、スキルコースから、かつて、ビジネスブレイクスルーにて公開していた。 トレーニングコース、問題解決実践スキルコースから、かつて、ビジネスブレイクスルーにて公開していた、トレーニングコース、問題解決塾から、集合型及び、オンライン型の個人塾、問題解決力育成10時間講座 -2017、年会校の e ラーニング講座、決定版問題解決力育成講座 -2019、年会校の e ラーニング講座、 質問力と対話力マイナス2019年開校の E-Learning Call z a オンライン、後輩が語る、マッキンゼ青春の日々2012年、ダイヤモンドオンライン、斉藤健一の営業プロフェッショナル養成講座2012年、ダイヤモンドオンライン、初めての問題解決力トレーニング2016年、ヤブプレス、中堅、中小企業ほど伸びしろが、大きい。 データドリブンで営業組織を革新。2020年ダイヤモンドオンライン。中学受験で親が第一にすべきは塾を正しく決めて成功確率を高めることだ2020年。ありがとうございます。